リトールネは大韓民国の軍人、外交官。大韓民国国軍創設の中心人物の一人。最終階級は日本軍人としては大尉、韓国軍人としては大将。日本名は松山武雄。本願は公衆。号は青なり弟に軍人で韓国陸軍第7師団第3連隊長のリナオネ。学府に 初代韓国陸軍参謀総長のリアタル春。次男に、歌手のリエン。日本統治時代の朝鮮、中世南道甲州で、両藩の家系で生まれた。1942年、陸軍士官学校を卒業。関東軍第三師団野砲兵連隊付として、小桂作戦に従軍。昭和20年より、野砲兵第73連隊中隊長。東京で、 陸軍隊員として終戦を迎えた。終戦後は、広州に戻り対日協力者として謹慎していたが、英語の才能があったことから壊れて、大田中学校で英語と数学を教えていた。交流のあったリアタルシュンがアメリカ軍政庁の顧問になると、その英語力を活かして、南朝鮮国防警備隊の発足に参加し、リアタルシュンの補佐を務めた。 この縁からリアタルシュンの娘を妻とした。1945年12月5日に開校した軍事英語学校に入学。1946年1月15日にトップの成績にて卒業し、大尉として任官した。1946年1月14日より新たに発足した南朝鮮国防警備隊に入隊すると第二連隊創設に従事した。この時、 リトールには、日本陸軍将校の制服を着用し日本刀を博士した上で任務にあたり、部隊の訓練も日本式を踏襲し、アメリカ軍の派遣将校と、たびたび対立したという。1946年5月1日に開校した、南朝鮮国防警備士官学校の初代校長。1946年9月6日、再び第二連隊長。 1946年9月11日に警備隊の指揮権がアメリカ軍政庁から韓国側に引き渡されるに伴い、1946年9月28日より警備隊初代総司令官となった。後参謀総長。1948年7月、アメリカ陸軍不評学校に留学し、中米武官。 帰国後の1949年6月20日より初代第8師団長。第8師団では38度線付近で浸透する北朝鮮ゲリラの総統に当たった。リトールネは捕虜の陳述から北朝鮮との大規模な国境紛争を予感し、参謀総長の蔡平徳に上進したが、以前より蔡平徳との関係が悪かったこともあり目殺された。 そのため字を表したが、リアタル州に引き止められ、朝鮮戦争開戦直前の1950年6月22日に第2師団に添付した。1950年10月24日、第3軍団長。1951年8月、陸軍本部教育総長。1951年9月、急戦会談代表。1952年2月2日、 1> 第1軍団長。朝鮮戦争休戦後は、1954年2月14日、任大将、初代合同参謀会議議長。1956年6月、第9大陸軍参謀総長。1959年8月6日、大将にて予備役編入。退役後は、フィリピン大使、イギリス大使、大官席有効者顧問など。リトルネは、 南朝鮮国防警備隊の創設要員を養成するために設立された軍事英語学校を第1期生でトップの成績で卒業した。この時の軍籍番号はリポールネが軍番1番、後に2代目の韓国軍参謀総長になる西平徳が軍番2番であった。軍籍番号は慣例として赤字順を示すもので、注目は 再平徳が軍番一番になると考えていた。しかし、軍事英語学校での軍籍番号は、卒業日時と英語能力での順位付けで、年下のリトールネが主席となった。このことは、二人の間に反目を生んだ。二人は元より馬が合わず、日本陸軍士官学校時代から口もきかない、仲だった。中国大陸で実践を重ねていたリトールネに対し、 技術畑の再平徳は戦場体験もなかった。陸四49期の再平徳にとってのリトールネは7期も後輩であり、日本陸軍時代に少佐まで昇進していた再平徳からすれば退任官は合格でもあった。2008年に民族問題研究所が発表した新日人名辞書収録予定者名簿の軍部門に選定された。1 9五0年九月、 首都市団参謀長の時に戦死、大韓民国陸軍順将に、追の武北朝鮮軍法以下の不山で病死。ありがとうございます。